ED74 型は、日本国有鉄道が1962年から製造した交流電気機関車である。1962年の北陸本線、鶴ヶ福井観天下では、北陸トンネルが開通するが、日本海中間線である北陸本線の列車単位は多大でこの時点で1000トン、将来的には1100トンまで列車単位が引き上げられる予定であった。さらに、 トンネル特有の多湿環境で11.5パーミルの連続勾配を有する悪条件では D 型機関車短期での牽引は難しいという結論が下され EF70 型が製造された。しかし、平坦区間である北陸トンネルの全国区間では D 型機関車の性能でも十分であるため1963年の福井金沢間電化用本向きとして ED70 系の運用区間拡大とともに新たに D 型機関車を増備することとなり製造されたのが本形式である。EF70 系製造開始段階ですでに本形式を投入することが規定方針であったため、基本的には EF70 型と同一設計とした。短期牽引を前提としており、前面は非貫通型である。 e f 7 0系の一時型をそのまま D 型に短縮したような形態であるが、前照灯はシールドビーム2灯を窓上部左右に1灯ずつ配置する埋め込み形で、運転室側窓も切り欠きがないのが特徴である。EF70 型と同一設計のため、当時の国鉄新製能電気機,機関車の標準的種、電動機である MT52 型や旅客列車暖房用として、 電気暖房装置をはじめ日本の D 型交流電気機関車としては初のシリコン整流機を搭載した。制御方式は水銀整流機搭載車と同じ高圧タップ式で単管変圧器により電圧調整をして整流主変圧器に供給しており、シリコン整流機式で製造された高圧タップ切り替え式は本形式と EF70 型のみである。 EF70 型との相違点は以下に示す機器類にある DT129 系台車新皿を使わず、車体と連結された台車下部の引っ張り棒で牽引力を伝達する本形式の台車に新開発の DT129 型を採用したのは以下の理由による。なお、DT129 系台車は、 本形式以後の国鉄交流電気機関車の標準台車となって改良され続け、D 型機のみならず EF71 型も含む後継開発形式すべてで採用された。当初は北陸本線本向きとして後の増備も計画されており、田村福井間に EF70 型を投入し、福井北の平坦線に本形式を投入する予定とされていたが、福井北の平坦線では、 機関車出力に見合った、牽引定数の増加を見込めることから、作り分けるのは、特策ではないとの判断が下された。以後は、e、EF70 型に集約し、旅客、貨物列車共用で通し、運用とすることで、機関車そのものの製造量数も抑え、1968年の日本本線店用に、先立ち、末藤工場で以下の改造が施行された。 始重を2.2トン搭載し運転整備重量を67.2トンとした。20軽客車牽引飲対応元空気ダめ艦の装備、申請後は、鶴が第二機関区に配置され、田村金沢間で客車列車を中心に使用された。しかし、前述のように、北陸本線の標準機が EF70 型に集約されたことから、牽引力が小さく量数も、 少ない本形式は運用上不便をきたし、1968年10月1日のダイヤ改正で、北陸本線の列車単位が1200トンに引き上げられた際、日方本線の寝台特急列車増発に転用されることになり、前期がだいぶ運転所に転属となった。九州地区での客車列車は蒸気暖房を使用していたため、蒸気発生装置を持たない本形式は文字多い他で、 SG が不要な二重系客車寝台特急、富士、水星や貨物列車の牽引に投入された。しかし、軸重制限によって、大井台内へ入線できないことから、1974年の南宮崎殿下後は1978年10月のダイヤ改正で運用を離脱して旧車となり、高城駅構内に長期間留置した後、百八十二年に全車廃車、 廃形式になった。廃車後は前者が解体されており、保存者はない。ありがとうございます。